妙なんば一緒に飲まねえか。うん、すまねえ。今から買い出しに行かなきゃならなくなってよ。買い出し？マスターに付けの支払いを待ってくれって言ったら、交換条件で買い出しを命令されちまってな。めんどくせえ。それで支払いを待ってくれるんなら安いもんじゃねえか。まあな。じゃあちょっくら行ってくるからよ。の、気をつけてな。この年になってお使いか。俺も落ちぶれたもんだ。難波に水江ちゃんの見送りをさせてやりたい、そう思ってるんだろう。マスター、なんでその話を。客同士の話には口を挟まないのがモットーだが、時には例外もある。ってことは、難波が俺に打ち明けた時、マスターも聞いてたんですか。盗み聞きの趣味はね、偶然カウンターから聞こえちまっただけだ。難波の話に思い当たる節があってな。思い当たる節？俺がたまに顔を出すスナックがあるんだが、そこに最近新しいホステスが入ったんだ。名前は双葉と言ったかな。それがどう難波と関係が。その双葉ってのは最近まで看護師だったらしい。それで看護師時代のあれこれを話してたんだが、その中に病院で起きた薬の盗難事件ってのがあってな。警察の捜査が入る直前に男性看護師が横流しを自供してクビになったってよ。え、それってもしかして。確信はないが、難波のことかもしれない。ってことは双葉は最近まで難波と同じ病院で働いてたってことになる。だとしたら水江ちゃんの渡航の日も知ってるかもしれないだろう。そのことを難波には。いや、話していない。本人が言ってただろう。横流し犯の汚名がある以上、元同僚には会えねえと。だけどな、お前が双葉から聞き出すことができればどうだ。なるほど、マスターナイスアシストだぜ。ただし双葉から渡航日を聞き出すことは難波に内緒にしておけよ。はい。俺たちが勝手に双葉に会ったと知れば、難波はいい気がしないっすからね。さっきスナックに電話して双葉をよこすようママに頼んでおいた。もうすぐ来るはずだ。ここに双葉が。だから難波を買い出しに行かせたんですね、マスター。つくづくナイスアシスト。ただしバーテンができることは客同士をつなぐアシストまでだ。あとはおめえに任せるぜ。バッチリゴールを決めてみせますよ。なんかママからここに行くようにって言われたんですけど。双葉さんかい。そうだけど、あんた誰。ちょいと聞きてえ話があったら。まあ座ってくれよ。さっさと終わらせてくれます。今日はスナックが休みだからパチンコに行きたいの。ちょいと小耳に挟んだんだが、あんた元看護師だったんだってな。だったら何よ。同僚が薬の横流しでクビになったとかって。男の看護師の名前覚えてるか。覚えてないわよ、名前なんて。思い出してくれよ。俺の友達かもしれねえんだ。覚えてないって言ってるでしょ。メガネかけたネクラな男よ。そりゃ難波だ。ああ、そんな名前だったかもね。もしもーし。え、マジで確変なられちゃう。すぐ行くからその台押さえといて。誰にも打たせちゃダメよ。待ってくれ。同じ病院に水江ちゃんって看護師もいただろ。その子が。うるさい、それどころじゃないの。私。おい、ちょっと。いいっす。ナンバもう帰ってきたのか。早いな。いや、マスターから渡された買い出しメモを忘れてな、取りに戻ったんだ。それよりよ、今ここから誰か出ていかなかったか。え、後ろ姿しか見えなかったけど、
女の人が飛び出していったろ。さあ見間違いじゃないのか。誰も言いやしねえよなあマスター。あ、おう、ん、なんかお前ら様子がおかしいぞ。バカ言え、そんなことは。もしかしてお前ら俺に内緒で誕生パーティーを企画してたんだろう。え、もうすぐ俺の誕生日だろ。だからマスターとサプライズパーティーの計画を立ててたんだろう。そうなんだよ。あっちゃバレちまったか。やっぱりそうだったか。お前はそういう粋なことをしてくれると思ってたよ。で、どんなパーティーを計画してんだ。ちょっとだけ教えてくれよ。詳しくは言えねえが、さっきはマスターとカクテルの打ち合わせをしててよ。カクテル。ああ、酒が好きなナンバのためにいろいろと考えててね。ってことはカクテルパーティーってやつか。おしゃれだな、おい。これ以上は言えねえよ。サプライズが台無しになるからな。楽しみだな。ねえ、待ってるぜ。だけど今度は財布を忘れたなんてオチはやめてくれよ。あ、そういや財布も忘れてたな。まったく。